いいところに来てくれた。町で噂を聞いたかもしれないが、厄介な状況になっている。レイクランドの落山城だ。先ほどここにユールモア軍の飛空艇が飛来した。彼らの目的は大罪喰い討伐についての事情聴取らしい。間もなくこちらへ使者をよこすと連絡が届いている。これだけさっぱり空から光が払われてちゃ、大罪喰いを倒したってことを隠すのは無理ね。ああ、だから遅かれ早かれとは思っていたのだが。水晶校、ユールモア軍からの使者をお連れしました。ああ、少し待ってくれ。みんなこちらへ。切り札はできるだけ隠しておくものだ。多少窮屈かもしれないが、許しておくれ。バニッシュ。入ってくれ。驚いた。まさかユールモア軍の大将軍ランジート殿自らおいでとは。答えよ。大罪喰いを殺したのはこの町の者か。いささか請求だな。なぜそれを問うのかくらい聞かせてはもらえないか。我が主ドンバウスリーは案じておられるのだ。知恵なき者の衝動的な戦いによって人と罪喰いの関係が悪化することを。故に貴公の町が大罪喰いを打った逆賊に組みしているのであれば、進軍も致し方なし。そう命じられている。そういうことであればこちらも率直に答えねばならないな。大罪喰いを打った者との関係はともかくとして、私たちは取り戻した美しい空を歓迎している。もしお前たちがそれを許さぬというのなら進軍するがいい。ただし罪なきクリスタリウムの民が全て打ち果たされたとて、動き出した時代が止まりはしないだろう。
罪悔をいくら討伐したとて争いは永劫にやまぬ。この世界はもはやムクロも同然よ。我が主のもと平和と喜びのうちに生を全うすることこそ唯一の安らぎに他ならぬ。しかし貴公の主張は承知した。ひとまずは我が主に伝えるとしよう。貴公も町の隅々まで伝えておくがいい。投降を望む者あらば急がれたしとな。それと最近この町に若き男の画家とその助手が来らんだか。さて心当たりはないが。もし流れ着いてきたならば引き渡せ。我が主が再会を熱望しておるでな。ねえ、私たちの姿ちゃんと消えてたわよね。あいつ最後にこっちを睨まなかった？残念ながら気のせいではないだろうな。ユールモアは今でこそ罪喰いとの融和政策を取っているが、バウスリーが元首になる前はむしろ罪喰い討伐の先陣を切っていたんだ。ランジート将軍はその時代から最強と謳われたユールモア軍を仕切ってきた武人だ。何か勘が働いたのかもしれない。そんな人物が派兵されてくるということは進軍の件も単なる脅しとは言い切れないか。水晶公、私たちの補佐をしてくれるのはありがたいが、クリスタリウムの民を巻き込むようなことは。お心遣い深く感謝する。だがそれについては私に一任してほしい。かねてより全土を支配せんとしているユールモアのこと、今闇の戦士を突き出したところでいくらでも理由をつけてこの町を抑えに来るだろう。それが分からぬクリスタリウムの民ではないよ。彼らはいかなる苦境においても誇りを持って生きてきた。こたびも選ぶべきを選ぶだろう。むしろユールモア軍の力とバウスリーの性格を思えばこの場で進軍を宣言されてもおかしくなかったが。あちらもしばし時間を稼ぎたかったのかもしれません。落山城の監視をしていた者から報告がありました。ユールモア軍は到着後周辺を巡回、その際にある人物を捕らえたようです。その人物こそミンフィリア、ユールモアから脱走した光の巫女ではないかとのことです。戦端を開く前に彼女をユールモアへ送還したい、そう考えたとすれば簡単に引き下がったのも納得です。
ランジート将軍といえばミンフィリアたちの指南役としても有名ですしね。そうか、あなたはまずこちらのミンフィリアについて知っておくべきだろう。博物陳列館のモーレンを訪ね聞いてみるといい。アルフィノとアリゼにも同行を頼めるだろうか。何せ込み入った事情だ。二人からも補足をしてほしい。了解。と言っても私もまだ彼女のことは理解しきれてないんだけどね。私はその間に事の真相を調べておこう。それから今後の対策も。